本日のゲストは荒川区議会議員の夏目あきさんです。よろしくお願いします。お時間いただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと簡単に夏目あきさんのいつも通りのなんか自己紹介みたいなのをしていただきたいんですけども、はい、荒川区議会議員の夏目あきです。もともと政治家になる前はアイドルの活動をやっておりまして、17歳の時に全身生理テマトーデスっていう難病にかかりまして、その後アイドル活動をして、その後子宮頸がんにもなりまして、闘病経験から、いろんなところで講演する機会があったりとかして、その中でやっぱり子宮頸がんのことに関しても HPV ワクチンっていうもので、予防ができるんですけど、全然普及してないっていうことで、そういうのを変えていくには公園も普及啓発も必要なんだけど、国の制度だったりとかそういうのを変えていかなきゃいけないってことに気づいて、今政治家になっているっていう感じです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。荒川区議会議員としての政策、政策これ一番やってて、私と言ったらこれやねんっていうのは、一番は子宮頸がんをきっかけになったんで、子宮頸がんのことを、メインに結構一般質問でも喋ったりするんですけど、あとは観光とかなんやろな、 PR の仕方みたいな、結構区役所って若者に刺さるような PR が結構うまくいってないかなっていうのもあって、そこは YouTube をもっと活用した方がいいとか、LINE 活用した方がいいとか、もうちょっと距離が身近に感じれるような普及啓発の仕方とか広報の仕方を結構言ったりしてますね。観光とかもホームページとかもね、もう役所って見づらかったりしますよね。ツイッターとかも硬いことばっかり書くじゃないですか。宣伝というか、こういうのありますっていう感じの、それだけだとほんまに区に興味がある人しか見てくれなかったりするんで、いろいろそうじゃない部分も合わせて広報していかんと、見てくれないかなとか思って、荒川区って1万人ぐらい確か いるんですね、フォロワーが。けどほぼいいねとかが2とか3とかやったんですよ、前みたいな。だから見合ってないから、あんまり見られてないのかなとか思って、それは工夫する必要があるなとか思って、そういうのは言ったりしてました。なるほど、もうちょっとね、役所が身近にね感じてもらえると嬉しいですよね。そう、身近に感じてもらえるって何かって思ったら、やっぱ人柄とか区役所ならではのそうキャラクター感がちょっと必要かなって思うんですよね。キャラクターいないんですか、荒川？いますいます。だから荒坊とか、荒坊ってのがいるんですけど、荒坊と荒みーってのが、そういう子たちを活用してゆるキャラめいたような発言をさせたりとか、見てもらえる工夫できたらいいなみたいな思いますけどね。荒川区って言ったら町屋とかあるし、日暮里と西日暮里と南千住とか。南千住、そうですね。結構再開発とかもね進んでるイメージありますね、南千住とかね。そうですね、南千住はもう新しい人がかなり入ってきて、荒川区の中でも全然街の雰囲気が違いますね。あんま下町っぽくない感じしますね。都会感あります、南千住は。確かにタワーマンションにお友達が住んでてお邪魔しました、そういえばね。都会の雰囲気ありますよね、あそこ。いや、すごいお家でした。お家がもうやっぱすごいんですね、南千住のマンション。ハワイみたいな感じだった。すげえ。お台場の辺の家のエリアに近い感じがします。南千住の街並みがちょっとお台場ちっちゃくしたような感じっていうか、やっぱでも再開発で新しい街ですみたいなね、そういう感じね。そこにスタバできたらいいね。確かに。その政策ね、いろいろ観光のこともそうだけども、子宮頸がんについてなんですけども、すごいね推進していきたいっていう議員って結構いっぱいいると思うんですよ。すごくいっぱいいる中で、なかなか地方議員も進めたいと思ってても、発信が夏目さんは結構すごいんで、発信力をみんなでつけていったらいいのか、この間ね国の方でも男性のワクチンをっていうのはありましたね。ありましたね。やっぱりそういった国がちょっとでもこう推進とか進めていくと、やっぱ地方議員もこう動きやすいと思うんですけど、うんうん、どういう感じに今動きになってますか？ちなみにうちの夫もね、はい、なんか子宮頸がんワクチンをね、はい、打ってますけども、はい、子宮頸がんになる方は、はい、いわゆる性行為で、はいてしまうっていうことを聞きまして、はいはい、とかかんとかっていうのが男性が持ってるっていう、ヒトパピロマウイルス、そうです、ヒトパピロマウイルスですかね、はい、男性もしっかりワクチンしていただきたいなっていうのは私の中にもあるし、もちろんね女性も、今小学校6年生からでしたっけ、受けられたりしますよね、そうですそうです、高1までの女の子が無料で受けれますね。今は、厚生労働省は11月20日 HPV4 価ワクチンの適用に男性を追加する方針を発表したっていう段階なので、そこからまあ多分承認は確実にされるとは思うんですけど、やっぱり男性も、まあ、その子宮頸がんが HPV のそのヒトパピロマウイルスのやっぱこう男性が持って、それをこう女性に移しててこうピンポン感染してしまうので、それをまあ広がるのを防ぐためにも打つ必要がありますし、もう一つはその中咽頭がんとか肛門がんとか直腸がんとか陰茎がんとか他の性感染症である尖形コンジローマっていうのがあるんですけど、それも尖形コンジローマっていうのがあるんですけど、それも全部っていうかほとんどが HPV によるものっていうのが分かってるんですよ。でこの間何かでその鼻のことを調べていて、なんか鼻炎のこと、なんか鼻炎よりもっとレベルアップして、ちょっと名前ちょっと忘れちゃったんですけど、それも HPV って蓄膿ですよ、うちの子。ああそうなんですね。鼻炎もあるけども蓄膿、なんか HPV が由来してるなんか鼻の病気とかもあって、なんか意外とその HPV に関わる病気って、さっきも直腸がんとかいろいろ陰茎がんとかいろいろ言いましたけど、知らないだけでいっぱいあるから、予防すべきものなのに本当にその、ね、積極的接種勧奨が差し控えられて今7年ぐらいだったんですかね。全然まあ再開なんか、ね、前みたいな再開はなかなか今難しいじゃないですか。まあ、その動きにはなってきてるとは思うんですけど、やっぱりそれでその女性の方も年間3000人ぐらいが亡くなっているのが、まあ、このままの状態が続くともうプラス1000人で4000人の方が亡くなるっていうふうに言われてて、で年間1万人の方が罹患するって言われるんですけど、その中でまあ亡くなっている方がまあ3000人だったり4000人だったり増えていく。そしてそれ以外の方は子供が産めなくなったりとか子宮取ったりとか、まあ、そういったことがあるので、まあ明らかに防いだ方がね、防げるのであれば防いだ方がいいですし、なんかやっぱ女性の精神的にすごくくるがんで。そうなんですよ、そうそう、私のねお友達も何人かいて、まあ、精神的にくるっていう人結構いますね。すごいやっぱいますね。やっぱその、まあ、そういう性行為の中で感染するっていうのは、まあ、分かってるので、やっぱりその、まあ、男女で付き合ってる方が前の彼氏に例えば移されてそうなったかもしれないみたいなで、新しい彼に子宮頸がんになったって、そしたら言いづらいじゃないですか。そういうのがあって、患者会とかにも私も、まあ、子宮頸がんでその子供が産めない体にはなったんですけど、その後行ったことがあって、もうそういった行為をするのがもうそもそもこう罪悪感にまみれてしまって、まあ、怖いとか、もうなんか男性と付き合えないとか、まあ、結婚とかも破談になったりとか、子供が産めないっていう理由で。なんか本当に女性にとって辛いことしかないから、泣ける、もう泣きそう、なるほど。なんかまあ実際にそのなんか子宮頸がんになってる娘をなんか結婚相手に出すというか、そういう娘を相手に出すっていうのはなんかありえないよねみたいな、そんな子供が作れないような人をなんかうちの息子になんか渡すっていうか、それやるってありえないよねみたいな、そういう言い方をしてる人とかもいて、その方も娘さんはいるんですけど、もし自分の娘が子宮頸がんだったら相手に申し訳ないから結婚させないわみたいな、そういうありえないんですけど、そういうこと言ってくる方もやっぱ中にはいたりして、なんかもう家族全員が辛い、それを言われたその方も辛いし、その方の親も辛いし、なんかすごい悲惨というか、なんかこれも手でいきたいですね。その病気の辛さ以外の面で苦労があまりにも多いがんかなって思いますね。いや今話聞いただけでなんかもう、落ち込みますね相当。そうですね。やっぱりだからもうちょっとそのね、年間3000人って言ってましたよね。はい。お方が亡くなるっていうことも本当に辛いことですけど、そう亡くなってない方も非常に辛い思いをしている。そうですね。かなり辛い思いしていると思います。まだその子宮頸がんだったってこともなんかなかなかカミングアウトしづらいので、言いづらいですね。それはでも。それ夏目さんでもカミングアウトっていうか、そこを当事者だっていうふうに言って、自分と同じ思いをさせたくなくて、やっぱりその活動を必死にしているっていうことだと思うんですけど、もう心が折れそうになったこととかって結構やっぱりありますか？まあありますね。やっぱりその政治家になる前にカミングアウトして、そのアイドルの活動の中でなんで、アイドルって結構主導性が大切みたいなところあるじゃないですか。だけど子宮頸がんになったってことはそれはもうすっ飛んでしまいますよね。そうすると2チャンネルとかでむっちゃ悪口を散々書かれて、その、プロデューサーとかにやられてそうなったんじゃないのかとか、芸能界にいるからたらい回しされたんじゃないかとか、なんかそういうありえもしないような噂みたいなのがすごい飛んできて、だからそれ子宮頸がんになっていろいろ報道されたんですね。東スポとか女性自身だとか、いろんな毎日新聞とかいろんなところに報道されて、やっぱかなり注目を浴びてしまうじゃないですか。そこで2チャンネルでわーって書かれて、だからもう子宮頸がんって公表した日、その次の次の日ぐらいにその悪口を目の当たりにしたんで、ヤフコメとかも含めてもうめっちゃえぐいんで見ちゃダメです。でもなんかそんな経験がなかったから、そこまでの大注目浴びて叩かれるような、だからめっちゃもうしんどすぎて、もうだってがんだし今から治療せなあかんし、それだけですごい辛いじゃないですか。抗がん剤しなあかんとか放射線しなあかん、なのにそんななんか悪いこともしてないのにもうボロッカス書かれるから、もう顔中じんましんできて、辛かったですねあれは。辛いですね。もうそういった辛い人たちを本当一人でも減らしていきましょう。本当に。ねえ、もうすごい共感します。男性もやっぱりワクチン受けてほしいし、女性もまあね、その。うちの子今小学校6年生なんで、ちょっと受験終わり次第、今ちょっとワクチン接種し、って思ってますね。なんかそういうね、実際男性でワクチンを接種された方がいっぱいこう、そのワクチンのここがいいよっていうのを発信してくださるっていうのはいいですよね。女性からの視点ももちろんいいんですけど、男性本人が言ってくれるのって結構心強くて、だから時田さんとか堀江さんとかって結構言ってくれるんで、ありがたいなって思いますね。なんかその2人の共通点としては、アンチがいっぱいいてもなんか前に進むみたいな、まあ気にしないみたいなね気にしないみたいな、そんな感じですね。その地方議員の子宮頸がんワクチンとかも進めてるメンバーとも、国会議員で推進してる人たちとも、なんか連携して、本当命ね、命に関わることなんで、みんなで力を合わせてやっていきたいですね。そうですね。本当にその HPV ワクチン、今って4価ワクチンが承認されてて、今それで最新は9価ワクチンっていうのが承認されてるんですけど、その今までのやつだったら7割ぐらいが子宮頸がんを防げるっていうふうに言われてたのが、9価ワクチンになると、9割防げるんですけど、まだこうなんだろうな、そこが認められてもう1個多分承認みたいなのが必要で、そうなったらいろんなクリニックで置いてくれるとは思うんですけど、今はこう仕入れてやってもらってる状況なんでまだあれなんですけど、ただそっちが広まるともっとさらに予防率も上がるし、売ってくれる人が増えたらいいなって思いますね。科学ではその個別配布も11月ぐらいに始めたんですね。個別配布、はい、リーフレット、その対象者の年齢の方に子宮頸がんワクチンっていうのがありますよっていう、ただ積極的勧奨は進めてませんみたいな、接種を進めてるわけじゃないですみたいな、手術だけですよってことですね。どっかに入ってるんですけど、今までは個別配布すらできなかったんですよ。なんか進めてるようになんか見えるみたいな。けどそれが、荒川区ではやってて、江東区ってそれ始まってます？個別配布始まってない気がしますね。ちょっと私質問しようかな。2回。いいですね。荒川区は始まったから、もう江東区も23区の中でもやれるんじゃないのみたいなのは言えそうな気がしますね。ちょっともし次の予算3月初めなんですけど、はい、ちょっとそれやろうかな。はい、ぜひぜひ、はい、数字とかなんかいろいろ多分教えていただくことが多いかもしれないので、また全然ください。はい、お願いします。でもそれにしてもなんかいろんなドラマとかでもなんか挙げられてますけど、はい、アンチとかね、そのネットの誹謗中傷とかって。もう本当今ね、本当それこそ自殺を促す感じ。そうですね。そう、私の知り合い、友達の友達がそれで、いつだっけな、最近、はい、誹謗中傷で18歳の女の子が自殺されちゃったんですけど、はい、でさっき言ったように、夏目さんのこのヤフ上がって一気に体制がない中でいきなりバッシングされるとかあって、それは本当きつい、きついですよね、本当に。だからそういった社会風土も本当私も直していきつつ、そのバッシングしないようになるってむっちゃ不可能やと思うんですよ。なんでバッシングするのか分かんない。でも気持ちが分かんない。全然匿名やからかな。匿名でもバッシングしようと思わないそうですね、普通の人はそうなんですけど、こうゴミ捨てポイ捨てと一緒で、こう誰からも見られてなかったりしたらポイ捨てしちゃう人ってなくならないじゃないですか。ポイ捨てする人もムカつくし、なんでポイ捨てね、なんかよくね、うちの娘にそのポッケから、ポッケスマホ出した時に、レシートがねポロって落ちちゃったりとかして。ママ落としたよとか、そういうのはあって、ポイ捨てしてるつもりはないんですけど、そうじゃなくて本当タバコのね、なんかこう吸ってポイ捨てしていく人とかも本当信じらんない。本当信じらんないけど、なかなか治んなくて人ってやっぱりこうみんながみんないい人じゃないから、そうやってこう誰も見てないところでは平気で言えるし、ポイ捨てもしっかりですけど、だからその中で結局そっち側を止めるってむっちゃむずいじゃないですか。なんか方法なくないですか？なんか全然よくわかんないでも多分あれば別に普通の人なんですよね、きっとね。そう、しかもなんか誹謗中傷で、木村花さんの事件があったりとか、三浦春馬さんとか、なんかこう辛いことがあったみたいなね、それで叩かれたりとか、なんか分かってくれなかったりとかいろいろあったと思うんですけど、その中でなんかどういう人が誹謗中傷してるそうなのかみたいな、なんか調べたやつがあって、なんかそしたらすごい貧乏な人なわけでもなくて、すごいお金持ちな人でもなくて、なんか中間にいる人たちがやってるみたいなのがなんかで見たんですよ。なんかどっちかというとイメージですけど、なんかすごく引きこもりで社会に鬱憤が溜まってるような人たちがやってるみたいなイメージあったじゃないですか。2チャンネルとかもあったし、だからそういうそうじゃなかったっていうのがなんか意外にね、引きこもりの人たちもね、そんなにネットでなんかやってるっていうイメージより、私はもう自分の好きなゲームとか、趣味に没頭してるイメージ、趣味に没頭してるイメージなんで、そっか。でも一回言ってみて、なんか反応があって面白くてやっちゃうのかもしれない。てかそこになんかコミュニケーションのつながりを求めてる可能性ありますよね。やっぱ一定数共感得られるじゃないですか。例えば不倫した芸能人叩くと、そこに対して腹立ってる人たちがわーって集まっていいねしたりとか、だからその自分のことでは共感得られないけど、誰かの悪口を言うことによってこう仲間が集まるみたいな感覚に多分なって、うん、それはもう全然仲間集まってませんからね本当にそう勘違いしないでください皆さん。本当そうなんですよ、ね、勘違いからなんかそういった事件とかね、うんうんうん、が起きたりするからそこは勘違いしないでほしいし、誹謗中傷やめてほしいですね。ね、本当にやっていいことはないですからね。結局なんか悪口とかだってなんか言えば自分が吐いた言葉だし書いた言葉なんで、結局自分の心に残っちゃうじゃないですか、うんうん、結局そうやって自分のことを苦しめてることになると思うんですけどね。本当、うん、と思いますね。アイドルって大変なんですね思った。そうですね。だからその2015年、14年か、その時にわーって書かれて、もう2チャンネルもなんかもう3件ぐらいスレッド立ったんですね。まあ、もちろんその中で応援してくれるコメントもいっぱいあるんですけど、やっぱりその悪い方に注目いくじゃないですか。応援してくれる言葉は普段からもらってるから、あんまりそんなアンチされることってそもそもないですし、そっちにばっか目がいっちゃって、親も見てるのになとか、すげえブスだ、どうのこうのとか。うん。親も心痛むね、うん、その親とか親族のこととか、はい、その人は思わないのかしらね。思わないですね、アンチは。思ってたら書かないもんだって本当ね、本当よくわからない、本当に、うん、誰かアンチの人ちょっと私インタビューさせてもらいたいアンチに頑張ってる人なんでそういうアンチをするのかっていうのはちょっといろいろ聞いてみたいですね。うん、うん、でも政治をしててもそういう方多くないですか、アンチ。なんかしつこく、政府全体に言う人はむちゃくちゃ多いと思うんですけど、個人攻撃みたいなんてないですか、美杉さん。私ね、すごいよく分かってない人で、うん、神経が通ってないんですよね多分私が神経全然通ってなくて、はい、なんか私のアンチの人が誰なのかが全然わかんない。ああ、はい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 、はい、なるほどなるほど。多分いるんでしょうけど、うんうん、うんうん、あ、じゃあ実際あんま書き込みとかはそういう人はしつこくしてこないって感じですかね。なんかもうこの人よく建設的じゃないって思った人はもうすぐミュートにしちゃうんで。ああ、なるほどなるほど、はい、戦わないで済みますね、そうしたら。もうだから私にしつこくしてる人がいるのかどうかも知らないですし、どんなアンチが来てるのかも全然わかんない。はいはいはい、うん、即刻ミュートがいいかもですね。すぐこいつ怪しいぞみたいな、建設的じゃない、うんうん、こんな感じです。うん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 、あ、それはいいですね某若市議の人も言ってましたねもうミュートにした方がいいよみたいな。そうそうそう自分のね、気持ちが元気じゃないと、うん、そう、私たちその荒川区民とか江東区民とか、うん、はいはい、自分がやりたい政策とか守りたいものっていうのを何人かのアンチに振り回されて、うん、仕事ができなくなっちゃったってなると、その区民の人たちに本当申し訳ないって思っちゃうから、この1人2人のために時間は費やせませんみたいな、もっとたくさんの人たちを救いたいですみたいなね、そんな感じですよ本当に。そうですね、やめてほしいですね、そういうのはそもそもが分かんない。でも気持ちが分かんない、うん、気持ちに寄り添ってあげたいねでもそれがむっちゃむずくて、その気持ちに寄り添ってあげたいって気持ちはもちろんあるんですけど、それで結構お返事返したりとかしてると向こうが結構勘違いしちゃって好きになりすぎてストーカーになって逆恨みみたいなのもあったんですね、去年。でなんかまあアイドルの活動も、まあ、コロナじゃない時はずっとそのライブとかをやってたので、まあ、そういったところに足を運んで、なんかその会場とかにも電話入れられたり、区役所にも電話入れられたり。そっちね。うん、そうですね。最初は政治の支援者というかそこを応援してますっていう風に来たんですけど、実際こうアイドルのイベントとかも来たりしてなんか予想を得るんですよね。なんか政治だったら絡めるけどアイドルだったら距離があるから絡めないっていうのがあるじゃないですか。そこはお仕事、なんか商売というか、そことこう公のものっていうので、その公のものの方が公平に絡んでもらいやすいっていう向こうが思いがあるので、まあ、そこをうまく利用してというか、そっちから入ってきてなんか脅しをかけたりとか、区役所に言ってやるぞとか、それも別に大した内容じゃないんですけど、そういったような感じでその何時に区役所に朝開くまで待ってますとか、なんかそういうのがバンバン来て、それはもう警察に実際そうですね、すぐ警察ですよ本当。来ましたね。そういう経験はこうなんかまあ怖いですね。なんかだからすごく難しいですね、距離を取るのが。あんまり近づきすぎて、まあ、もう普通の人はそんなことしないと思うんですけど、やっぱりその中にはそこで勘違い しすぎる方もいたりして、こうなんかどうやってどういう距離を保ったらいいのかなっていうのはずっと今も課題ですね。そのアイドルだけの時もなんかやっぱ病気を公表してるから、その、まあ、精神疾患の方とか、私はまあ難病とまあがんなんですけど、向こうは精神疾患の方とかで自分のことも分かってくれるだろうみたいな感じで次第にめっちゃすごくなってきたりとかして、もちろんなるべく返すようにはしてますけど、全部が全部返せるわけじゃないし、まあ、内容にももちろんよりますし、まあ、そうなると精神疾患だけは差別してるのかとか、そういう風に持ってかれたりして、最初はもう熱心にグッズやらなんやらむちゃくちゃ買ってくれてたんですけど、ちょっと返しづらいこととかに返さなくなると、まあ、それつらいですね。だからその一人一人にリプライをなるべく返すように前はしてたんですけど、あんまりそれを後編にやりすぎたら誰かが勘違い起こしちゃうから、もう本当に気まぐれで、もう返さないときは返さないっていうのにしなきゃ面倒くさいなって思いましたね。いやでもそのバランスは議員なんで、やっぱちょっと仕事もしなきゃいけないし、ほんとさっきのアンチじゃないですけど、一人二人にこうずっとやってると、もっと広く救いたいっていう人がね、なんとかしていきたいですよね。はい、今日は本当貴重なお時間ありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。荒川区議会議員の夏目あきさんでした。バイバイ。荒川区ということで、はい、あれですね、スタバが一軒もない区なんですよね。あ、スタバないですね。それ聞いて本当びっくりしちゃって、はい、スタバが一軒もないってどういうことやねんって、うん、なんか私豊洲エリアに住んでるんですけど、はい、豊洲エリアに住んでいて、豊洲だけでスタバって多分5個ぐらいあるんですよね。都会ですね。ほら、荒川区ないんだと思って、これなんか切ないですよね。スタバさんって荒川区にお願いします。切ないですね。でもなんかあえてもう作んない方が話題になっていいやみたいな風にもなってますね。なるほどなるほど。そんな夏目さんなんですけど、はい、その小さい頃とか幼少期とかその家族構成、はい、どんな子供だったかちょっと伺いたいんですけども。子供の頃、家族はうちのお父さんお母さん弟で、お父さんが海上自衛隊だったんですよ。まあ、地元が京都府舞鶴市ってこともあって自衛隊の町みたいな、横浜赤レンガとかもあったりとか、横須賀もなんか米軍基地とかあるじゃないですか。なんかそんな感じで、まあ、自衛隊さんの町みたいな感じで生まれ育って。父がめっちゃ自衛隊やったんですごい厳しかったっていう感じですね。でどうやら小学校の頃とかめっちゃゲーム好きでしたね。なんか男の子とばっかり遊んでたイメージですね、低学年は。私のちょっと下、はい、結構下、私が1990年なんで5個下。あ、5個下。あ、意外。私もすごいゲーマーで、小学校の時とかも相当ゲームしかやってなかったんですけど、私が小6の時に、だから小学校 1,2 年生とかですね。あ、そうですね。何やってたんだろう、その時。ぷよぷよとか。ああ、ぷよぷよもやりました。まあ、スーパーマリオの赤いファミコンのやつも持ってた気がするな。うちファミコン、いわゆるこうガシャンって入れて、みんな白と赤っぽい感じの、あ、そう白と赤のやつですよね。うちその白と赤のじゃなくて、もうなんかえんじ色のでっかいやつ、あります。なんかディスクのやつも全部入れられるのいいファミコンがありましたね。そんなあったんですね。だからファミコンで出てくるやつが、あれこれうちのと違うっつって、なんてやつなんやろ。うちらの世代、まあ、その赤と白のやつは多分お父さんが持っとったんかな、それであって、で多分あのシルバーのやつ、シルバーっていうか銀のやつがあのスーパーファミコンですよね、オーソドックスな。スーパーファミコン、はいはい。そっからゲームボーイとゲームボーイカラーあって、ロックマンとかね。そうそうそう、ポケモン世代なんで。あ、なるほど。ちょうど小学校1年ぐらいの時にポケモンの赤緑とかが出て、でそっから小学校3年ぐらいでデジモンってわかります？デジモンアドベンチャー。やってなかったですね、私。それがむちゃくちゃ好きで、めっちゃフィギュア集めてましたね、小学校の頃。そういった幼少期を過ごしてきたんですね。はい、めっちゃ好きでした。面白い。そっか、そんな夏目あきさんは、はい、趣味じゃ趣味ゲームと。あ、でもそうですね。今もデジモンのゲームもポケモンのゲームも買いますね。ポケモン GO もやっている。ポケモン GO はやってない。なんかモンスター育てるのが好きなんですよ。ああ。たまごっちもやったんですか？たまごっちはちょっと女の子すぎて、モンスターを戦わせてレベルアップさせて強いモンスター育てるのが好きで。あとキングダムハーツってわかります？はい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 。あのゲームもめっちゃ好きですね。ディズニーとあれ。あ、そう。今もやったりしてますね。割と最近新作出て、それは買ってやりました。あと龍が如くもめっちゃ好きです。龍が如く作った人、私あれなんですよ、飲み友達で。あ、そうなんですね。そう、最初出る時に、お前顔広いんだから宣伝しろよって言われて、分かりましたって言って、めちゃめちゃ宣伝して。私もゲーム好きだから発売日当日買いに行ったんですけど、ヨドバシカメラだったかな、もう全然ほとんどなくなっちゃってて、もうほとんど売り切れじゃんとか思って、でめちゃめちゃ売れて、あんな私にお願いしなくてもよかったじゃん。そう、大人気ですよね今はね、龍が如く。面白い。最新のやつはなんかゲームの、内容というか戦い方がめっちゃ変わってるんですけど、知ってます？全然わかんないです。さっきのだって2までしかやってない私。なんか主人公はもともと桐生さんやったじゃないですか。変わって春日一番って人になってるんですよ今最新のやつで。なんか前は戦うアクションみたいな感じやったと思うんですけど、今ロールプレイングになってて、最新のもおすすめです。すごいマニアいい感じですね。